流行にいち早く反応しますが、飽きるのも早いんです。それはただのミーハーだということだ。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速マンション見てこう。ディスコに。ディスコにいる王様。ソタンさん。入ります。どうも。お久しぶりです。ソタンさんはソタンさんで、季節外れのサンタクロース。お似合いだと思ったからだと思うよ。そうなんですか？そんなこと言われたら気になるじゃないですか。ソタンさんも何気に紹介とか多い気がするんやけどな。台湾と散歩の途中で AR カメラも見ました。それはどうしたの？放置してきたのかい？キノコでも。どうぞ。いただきます。はいはい。めっちゃゆっくりゆっくり食べるね。まあまあ美味しかった。お、よかったよかった。はい、そして。なんか遊びたい人めっちゃ増えたの。あずささん、入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。キャッチ。ミーが落とす相手もキャッチできればあなたのもの。床に落としたら失敗です。はい、スタートー。行きますよ。コマやコマ。もう一回。もう一回。コマとか小さい頃しか遊んだことないわ。小学生ぐらいの時。お。来い。は、やったー！ナイス！ナイスキャッチー！やったね。コマ回すのも私めちゃくちゃ下手くそなんよね。ブンブンゴマ好きなんやけど。全く違うけどね。ありがとう。だから、コマをもらいました。何？なんかいろいろと検証が当たるとかそういう。はい、ハンバーガーどうぞ。はいはい。私、検証といえばさ、あれなんよ。モスバーガーの引き換え券がね、当たったんよ。めっちゃ良くない？モス結構高いもんね。私いつもマックやけんさ。まあ、マックが好きなんやけど。ん？今消えたね。はい、ゆうきさん、入ります。めっちゃ呼んでる。はい、遊びましょう、遊びましょう。食べ物をお宝、モザイククイズ。モザイクがかかってるアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな？はい、スタートー。モザイククイズ、第1問。第1問。これは何でしょう？マフィン？答えは？か？マフィンでした。イェーイ。こういうなんかさ、フルーツみたいのいっぱい入ってるの私苦手やな。第2問。停電。鮭のムニエル。答えは？鮭のムニエルでした。鮭のムニエルは、病院で初めて食べたけどめっちゃ美味しかった。超美味しかった。最終問題。これは何でしょう？お茶漬けか？答えは？多分。お茶漬けでした。イェーイ、美味しいよね。おめでとうございます。夏でもダダダと食べたい感じ、お湯で。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ一番小さいので。おお、お宝ダイヤモンドをもらいました。やったね。やったね。めっちゃいいやん。ついてる。はい、それじゃあ、ソタンさん。お、またしても。またしてもか。僕と遊びましょう。遊びましょう、遊びましょう。トントン相撲、フィギュアを使って相撲をしましょう。相手のフィギュアを倒すか、土俵の外に出すと勝ちです。はい、スタートー。はっきょい。はっきょい。残った。残った、残った、残った、残った。けい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 。ゴー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 。あー、押されそう。怖い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 。いけいけいけ。ふー、ちょっと今日、ね。際どい感じやったね。危な。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあまた一番小さいので。
お宝コルクの蓋をもらいました。ありがとう。はい、そして、なんか隣の人もやったよね。リオさん、入ります。一緒に遊びませんか？遊びましょう、遊びましょう。食べ物お宝ダブルシルエットクイズ。重なった2つのシルエットはそれぞれ何のアイテムなのか、3つの選択肢から2つ選びましょう。全問正解できるかな？はい、スタート。シルエットクイズ、第1問。第1問。これは何と何でしょう？蛇口とゆで卵。答えは、ゆで卵と蛇口でした。イエーイ。シルエットクイズ、第2問。第2問。これは何と何でしょう？スイートポテトとトリュフ。答えは、トリュフとスイートポテトでした。イエーイ。どっちも食べられない。最終問題。最終問題。これは何と何でしょう？真珠と歯ブラシ。答えは、真珠と歯ブラシでした。イエーイ。いいです。おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。じゃあ中くらいで。お宝だるま落としをもらいました。ありがとう。流行にいち早く反応しますが、飽きるのも早いんです。それはただのミーハーだということだ。はい、それじゃあ、お、ちょっと問題で出てきたスイートポテト、いただきます。はい、どうぞ。どうすか？あんまり美味しくなかった。マジで？スイートポテト1個であんなにいい満たされるの？スイートポテトってめっちゃ小さくない？まあ、物にもよるんかもしれんけども。はい、そして、キャンディーさん、入ります。あゆまのそっくりさん、2週間ぶりですね。お久しぶりです。くしゃみが出そうで出ません。お、それは、私が手伝ってあげよう。くしゃみ、鼻で鼻のたるこそってくしゃみを出してあげましょう。はい、佐藤。現実でさ、くしゃみが出そうででんって言われた件って、あ、じゃあ私手伝うよみたいなことないよね。どういう世界って感じやん。やった、さらっとクリアしたわ。くしゃみ結構苦手なんやけどね。いえいえ。これにこれもあげます。なになに？実用編刻めスプレーをもらいました。ありがとう。慌てない、慌てない。一休み、一休みやね。エビフライでも。はい、どうぞ。エビチロは好物に入っとるみたいやけど、エビフライはどうですか？え、鮭のムニエル超苦手なのか、マジか。美味しいのに。はい、レベルアップ。でも、ランク外なんやね。カシュクール T シャツ。はい、どうぞ。服、カシュクール T シャツをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。お宝からのお返しです。お、お宝金貨をもらいました。ありがとう。多分金貨ね、めっちゃ溜まっとると思う、今。だいぶ溜まってきてると思う。はい、そして、一軒家の方を見ていこうか。こっちにも友達マークが。どっちかしら。お、ノアくん、お呼び出しします。あゆなのそっくりさん。また会えて嬉しいです。お久しぶりです。そんな感動の再会。星に恋人がいたら。お、紹介や。と思うのですが。うん。あずさとくっつけるのはどう思いますか？いいと思います。それでは、二人も合わせてみます。どうかな、どうかな。あ、まず出だしはいい感じやね。お互い第一印象は良かった。楽しそう、楽しそう。このまんまニコニコで行ってくれ。このまんまニコニコ笑顔でデートを終わってくれ。ね。いいよ、いいよ。お、これいけるんじゃない？これ、いいやつじゃないか。
ほらほらほら、来たよ、久々の。今日は楽しかったね。よき。また遊ぼうね。イエーイ。新カップル誕生。あずささんとコテイさんか。付き合うことになったみたいです。うんうん、おめでたいね。よかったよかった。お礼にこれもあげます。なんでしょう。実用品、風邪薬をもらいました。ありがとう。もらった釣り竿を使ってみたのですが、餌が悪かったのか、釣れませんでした。まあ、そういうこともあるよ。まずね、魚が寄ってこんかったら意味ないもんね。はい、ニンニクどうぞ。いただきます。ニンニクを直接、どう？まあ、美味しくないよね。そうだと思うよ。うんうん。はい、そして、お呼び出しを。あきちゃん。遊びに来てる誰か。あゆなのそっくりさん、3週間ぶりですね。お久しぶりです。お腹がペコペコです。お。友達が来とるけん、ちょっと食べれんかったんかな。サンマの塩焼きでも。一緒に食べに行けばいいのに。あれか？ミーの世界でもコロナか？すごく美味しかったようです。お、よかったよかった。レベルアップー。よし、それじゃあ服を。どうしましょう。ざっくりニットと短パン。はい、これでどうぞ。服、ざっくりニット、短パンをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ。私からのお返しです。お宝、金貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。めっちゃ金貨溜まってくわ。実用品 AR カメラをもらいました。ありがとう。バレエの練習も始めています。結構、私に合っているみたいです。うん、いいね、いいね。私絶対バレエとか合わん気がする、自分には。はい、そして。おぉ。移動してしまった。台湾さん、お呼び出しします。お、あゆながおるやん。王様の格好をした。どうもです。どうもです。新しいインテリアが欲しいです。あ、マジで買える？それじゃあ、お面スタイル。お面好きには幸せなお面に囲まれる生活。あれやん。マナリさんのための部屋みたいな感じやん。新しいインテリアもありがとうございます。絶対そうやろ。ユニークな部屋ですね。絶対うなされるわ、私。見ていきます。ほら、目覚めてさ、目の前にこんなんあったら確実に。見てるだけで楽しいですね。いや、楽しくないよ。気絶する。うーわ、ほら。ほら。ないわー。怖い怖い怖い。夢にも出てくるし、うん、起きても悪夢みたいな。大事にします。大事にして。うん。そっちの世界の私も元気にしてますよね。してると思います、きっと。はい、ということで、じゃあそろそろ。ミニュースを見てこう。2時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日、あゆなさんが誕生日を迎えました。それでやたらとフレームインしてきとったんやね。お誕生日会の要望をお送りします。お、メンバーが親友に、彼氏に、弟、そして千早さん。いいね、いいね。仲のいい人たち。二度目の結婚はいつするの？ねえ、もう若花さんは特に結婚もして、ありがとう。子供までできているというのに。慎重になっとんかな、二回目。マジのみに聞きました。あゆなさんも、今日だけは主役ですね。今日だけ。誕生日だけって一言余計やけど。ねえ、楽しい。今年めちゃくちゃいっぱいプレゼントもらったんやけど。ねえ、いくつになっても楽しいよ、誕生日は。めっちゃなんか自分がキラキラする感じ。はい、そして、よみさん、入ります。あゆなのそっくりさん。お久しぶりです。また会えて嬉しいです。さっちゃんとは仲いい？
満足。赤花さん、親友かな？どうした？何があったの？新しい服が欲しいです。ふんふんふん。じゃあ、新しい服。神社のハーフパンツ。あ、このベストの色かわいい。ね、かわいくない？緑。結構気に入ったようです。よかったよかった。なんかちょっとエメラルドグリーンっぽい感じ。お礼にこれもあげます。はいはい。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。なんか好物がさ、ハンバーガー、シュークリーム、クッキーやのに、超苦手がステーキっていうね。どんなんやろ、なんか。みんなの人気者になった。高級すぎるものはちょっと、みたいな。夢も見ました。そこら辺で手軽に買えるものが好き、みたいな感じ。ソフトクリームとかもじゃあ好物に入るかな。いただきます。はいはい。どうすか。すごく美味しかった。お、ほらほら。あ、なんだ、1位に来た。マジか。なるほどね。まあ、私最近のワッフルコーンとかそういうのやったら大丈夫やけどね。コーンが苦手なので。あの、コーンさ、あれやん。なんていうか、ただパリパリしとるだけで、アイスがついとったらいいんやけどね。やけん、あの、市販の、何？スーパーとかコンビニとかで売りよる、ジャイアントコーンとかは、根元までしっかり入っとるけん好きなんやけど。一緒に遊んでくれますか？ほいほい、遊びましょう、遊びましょう。お、キャッツギター2回目。アロマキャンドル。女子力高いね。実はここだけの話。ほいほい。私最近、いろいろと悩み事があって。何？ほんと、いやっ実況に関する悩み事か。もう一回だけですよ。まあね、あつ森とかでいろいろあるやろうし。行きますよ。さあ来い。にゃー。紐がついていました。もう一回もう一回。今度こそ行きますよ。さあ来い。実は、ここだけの話。ふんふんふん。このアロマキャンドルは、失敗。あー非常に高価なものをバウンドさせてしまった。残念でしたね。くっそ、嬉しそうだな。また遊んでください。ぜひぜひ。だから、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。新婚旅行は楽しかったな。ねえ、そんなしみじみと、今はもう仲悪いとか。いや、ないね。かけがえのない人やわ。全然大丈夫。お、リミちゃん友達に戻れるかもやん。でも、サキさんは悲しいなよね。まだちょっと傷が癒えてない。はい、ザルそばどうぞ。いただきます。はいはい。どうでしょう。結構美味しかった。お、よかったよかった。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、まあ、ミーのアイナもね、誕生日のお祝いをしてもらって、横に大きい箱もいっぱい積み重ねてあったし、幸せそうで何より。